いちごチャンネル、ガガの診察室、カモーン。どうもみなさん、おこんにちは、いちごちゃんです。昨日の夜起きたひろむさんから明日のラム頼むぞって言われて急遽来ました。僕のいちごちゃんの午後の診察室も2回目になるのね。その割に再生回数なんかもうビビったるものよ。本当にもうもっとあんた聞きやすいよバカも。本当に最後まで聞かないでおしよぎよ。もうそろそろこれ流行らないかしらね。もう意外もうやり続けて虚しいわよ本当に。もう意外してやもん本当に。まあ、最近暖かくなりましてね、春満開っていう感じでお股も満開なんて言ったったりしても困っちゃうわね。もうちょっとカナはバカやろ。もうやめてよ本当に。で最近さお花見シーズンなわけじゃない。で私も夜夜な夜なねお花見に行ったりするのよ。お仕事の前の日前とかにね。で行ったらさ後ろからさ酔っ払いに絡まれちゃってさ、お姉ちゃん遊ぼうよなんて言われてさ、もう無視し続けてたの。そしたらスカートめくられちゃってさ、で私それでびっくりしちゃってさ、何すんなよって振り向いたらさ、なんだ男かこんな野郎なんて笑われましてですね。でも私もうブチッと切れちゃってね、もうそこでなんだこの野郎って男の野生の部分が出ちゃったのよ。ごめんなさい。こんなんでいいのかしら本当に。気をつけなきゃね本当も。いつも気をつけてはいるんだけども、やっぱその節々で出ちゃうんだよね。俺の酒が飲めねえのかとかね、困っちゃうわね。気をつけないともう女性塩らしくいないと困るわね。それからなんだっけそうそうお花見もいいんだけど、まあ、外で出たらね家帰ってきたらうがい手洗い避妊はちゃんとしてください。もう避妊ちゃんとしないとね親御さんに顔向けできないでしょね。ちゃんと避妊しっかりしてくださいね。で私なんかはまあ、夜は全然オープンなんだけど昼間ちょっと仕事で疲れてて黙秘権です。まあ、うまいこと言ってる場合じゃないわね本当に。もう口が回んないわよ本当に。寝起きだから私も本当に寝起きで起こされても、私本当は夜仕事だからこんな昼間なんか寝てんのよ。沖田さんひろみちゃんのせいで起こされてこんなに喋ってます。というわけで午後の診察室ではいろんなお便りのお悩みの方のお便りをいただいてそれに答えていくっていうあれなのね、趣旨なのね。今日も3通のお便りに答えていきたいと思います。さあではじゃあ早速最初のおはがきからご紹介しましょう。ペンネームピコちゃん、50代の男性の方ですね。いちごちゃんいつも放送楽しく聞いてます。私はなんとこの間電車で痴漢の、冤罪事件に巻き込まれました。そして、交流され、なんとか、罪は晴れたのですが、会社はクビになり仕事がなく、今、時間を持て余しています。そこで、いちごちゃんに質問です。痴漢に間違えられない方法があったら、今後の、参考にしたいので、お願いします。だって、怖いわね。ほんと気の毒よね、この方ね。お仕事もね。ほんと自分何もしてないのに、勘違いが原因で、そうなっちゃうわけよね、社会的にね。切ないわね。でもほんと、これ防ぐ方法ないのかなって私考えたわ。それは一つあるのよ。それは、会社の上司でも、上司とか同僚か、同僚でもいいし、同級生、お友達もいいんだけど、男友達って可能性いるじゃない？男性だからね。で、男友達と写真をいっぱい撮ってください。ツーショット写真を。ツーショットだよ。これツーショットで、間違っても3人とかダメよ。ツーショットで、肩を組んだり、こう、スキンシップしてるところの、写真をいっぱい、携帯で撮ってね、スマホでね、撮ってください。で、できれば、ちょっと注意したりとか、そういうね、ちょっとそれ、密着、できれば、できるだけ密着した方がいいわよ。で、それで、もし自分が何もしてなくて、痴漢だっていうふうに、まあ、駅員さんとか、その女の人に捕まえられて言われた場合は、その写真を見せんのよ。で、それで、一言。何私、女なんか興味ないわよって言うと、その、女の人も、駅員さんも、あ、どうも失礼いたしました。私たちの勘違いでしたってなるのよ。で、そもそもゲイなんだから、その、女なんか触ったりもしないし、興味ないのよっていうことじゃない？
そういう手があんのよ、あんた。ちょっと頭つかないだめよ。で、一番よくないのは、よくね、ニュースでよく見るけども、ね、ホームから逃げたりとかね。あの、よくないわね。まあ、別に現行犯でね、逮捕されると、いろいろ不利だっていうのはあるんだけども、後々逃げた罪も加算されるわけじゃない。だから、長い目で見るとなんか不利じゃない？考えてみたら。だから怖いわよね。あれで、なんか、どっか橋から、逃げて、駅のホームから逃げて、で、どっか橋から落下して死んじゃったなんて人も、もうなんかどうしようもないわね、あれね。ほんとね。なんか、どっちがいいんだか、こうか不幸かっていう変な感じだよな、気持ち悪いね。だから、なんかね、そういう、まあ、男の人だったら、そういう風に、写真を撮って、いざ、という時に自分は、ホモよとか、ゲイよって言い、もう、それ突き通してください。それでも、なんとかなりますんで、よろしくお願いします。さあ、では、2枚目のお便りをご紹介したいと思います。こちらは50代の会社員の方です。いちごちゃんいつも放送楽しく聞いております。私は、50代の会社員ですが、子供の頃から児童劇団から始まり、趣味で、地方の劇団に、自分の地元の劇団に入って役者の修行を積んでいます。しかし、私はずっと、役者というのを趣味として踏まえていたため、普段はサラリーマンで固い職業に就いております。ただし、ずっと役者になる夢が捨てきれません。これは、どうしたらいいでしょうか。役者を捨てるべきか、それともサラリーマンとして、ま、安定した仕事をしていくべきか、どちらを選ぶべきですか。いちごちゃんしてください。教えてください。だそうです。そうね、本当にね、50代っていう年齢が結構ネックなんだけど、いわゆるね、本当に、いかに自分がね、後悔するかしないかっていうのが一番大事なんだけど、人生の中でね。これちょっとこれ、ごめんなさい、笑いにできないわね、これね。本当どうしようかし、真面目に答えちゃうけども、なんていうの、要するに、今、日本人だけなのよ、年がいくつで年齢がなんぼで、っていうのが経験がどうのこうのでっていう、そういうなんかいろんな、ハードルをつけたがるのって日本人だけなの。もっと海外に行くと結構年行ってから活躍する人とか結構いっぱいいるじゃない誰だかわかんないけど、名前が出てこないんだけど。まあ、それね、結構、海外だとそういうのがオープンで、本当に、芸を見る、その人の年齢、職業、性別とかじゃなくて、その芸だけを見て評価してくれるっていう向きが多いじゃない？海外っていうね。だから日本ももっとそういう風になってほしいと思うんだけども、まあ、50代から役者志望ということで、これはね、やっぱり大きい事務所に入った方がいいと思います。もうそれありきたりな答えだと思ってるんですよ、皆さん。これ最後まで聞いてくるとなるほどなって思うわけ。何かというと、さすがにも50代くらいになると、社会的にそのね、まあ、固い職業をしているということだから、お友達とか同僚とか、まあ、部下とかもいっぱいいるわけじゃない？で、そういう人たちに頼んで、普通は自分で、なんか履歴書とか書いて、プロフィールとか書いて、その事務所に売り込むわけよ。なんか、使ってくださいみたいなね。で、ところが自分じゃなくて、その他の人に推薦してもらうわけよ。わかる意味。だから他の人に頼んで、こういうすごい人が何々県にいるから取材してくれくらいの、そういう風に、仕向けるわけよ。まあ、なんか番組でもいいし、プロデューサーでもいいし、そういうのをできるだけたくさんの人、たくさんの友達とか同僚とか、家族とかそういう人にできるだけたくさん、出してもらって、返事を待つわけよ。まあ、返事が来たらもうそら、ね、自分で、あとは頑張って、お芝居で頑張って売り込むなりしたらいいと思うんだけど、だ皆さん結構見落としがちなのね、なんか自分でね、自分一人でなんかオーディションに行こうとか、なんていうの？プロフィールを出したりとか、まあ、デモテープとかもそうよね。自分一人でやろうとするんだけども、結構意外と自分で自分の良さをアピールするって限界があるのよ。でも、この、例えば、沖田博夢さんだとすると、沖田博夢って素晴らしいんですよって、沖田博夢さん自身が自分で言うよりは、周りがたくさん言ってくれた方が、説得力が、もう倍以上違うわけよ。そこの、人間の心理を利用して、売り込んでみてはどうですかね。で、
聞いた話によると、大きい事務所だと、そこそこ最初は何個か仕事はくれるらしいのよ。誰でもね、どんな下手な人でもね。で、そこで、いかに爪痕を、とかインパクトを残せるかが問題なのよ。で、最初もらえたとしても、それが続くかどうかっていうのが、大事なことでしょ。継続して仕事がいただけるかっていうのは大事なところでしょ。で、それを、ちゃんと、続けられるように、なんか自分のセールスポイントを一つ二つ、まあ、今ね、まだ、売り込む前にちょっと確立した方がいいんじゃないかしらね。例えば、アウトローな演技が上手い人とかね。あと、なんか感動させられる演技が上手い人とか、あと何、こう、なんていうのかな、意地悪な役が上手い人とか、いろいろなんかその人によって、なんか、得意分野があるわけじゃない？それをなんか磨いて、いいのよ。全部できなくていいのよ。だから、みんな役割分担で、その場所場所の役者さんがいるわけじゃない？だから、全部できなくてもいいから、一つ自分の得意なところを磨いて、それで、プロデューサーとかにアピールしてください。検討お祈りいたします。素晴らしいよね。でもね、いつまでも夢を捨てられないっていうのは、逆に言うとなんていうのかな、お辞儀は悪いわねっていう思う人も、確かにいらっしゃるわね。世間の目っていうのはね。だから私そういう人好きよ。でも、すごくいつまでも頑張ってるっていうね。ほんと、私もね、オカマ界のスターになりたいなと思ってます。3枚目のお便り何だったっけ？ごめんなさい、これほんと即興だから、すぐ忘れちゃうのよ。三角関係のやつね。これは、次のお便り行ってみたいと思います。24歳の会社員の方、お若い方ね。こんにちは、いちごちゃん。いつも番組を拝見しております。僕には、A 君と B 子ちゃんという、高校時代からずっと友達の親友の二人がいます。その二人とは、高校時代からいつも三人でつるんで遊びに行ったりしていました。そして私は、3年前に B 子と付き合うことになりました。その後も A 君を交えて、遊びに行ったりもしていました。ところがある日、A 君に相談を持ちかけられまして、実は B 子のことが好きになってしまったんです。どうしよう。っていうふうな相談を受けました。僕は友情を取るか、それとも、B 子ちゃんのことを取るか、悩んでいます。いちごちゃんアドバイスお願いします。だって、これ、ちょっと詳しくわかんないんだけども、A 君は B 子ちゃんとあなたが付き合ってることを知った上で言ってるのかしらね。もし知った上で言ってたら結構、やばいわよね、なんかね。なんていうのかしらね。これはさ、本人がね、これ、A 君と B 子さん。じゃあ、その当事者は C 君としましょうね。でも結構 A 君ってずーしいわね、結構ね。何がいいね。まあ、それはしょうがないわ。好きになってしまったのしょうがないけども。まあ、一つ問題がある、としたら、なんていうのかしらね。恋人同士、まあ、C 君と B 子さんは恋人同士なわけじゃない？で、そこでなんで A 君をそのデートに同行させんのっていう、なんか、親友は親友だけども、そこの、やっぱり、線引きが必要じゃない？やっぱりさ、B 子ちゃんとの、ね、時間は大切にするけども、別に、A 君との、友達としての時間も大切にするって、こう、メリハリつければいいのに、そこをなんか線引きしなかったから結構なあなあになっちゃったんじゃないのかなっていうふうに思うのね。だからそこで、ちょっとね、徐々に距離を置かないといけないわね。まず、だから、B 子ちゃんと二人の時間を、徐々に増やしていく。で、それプラス、自分は省かれたんだと思わせないように、A 君と A 君二人が、あと他の別の友達を交えてっていう時間も取りつつ、徐々に B 子さんと、A 君を離していく。接点をなくしていくっていう方法の方がいいんじゃないかしらね。だからそれをいかに自然にやるかっていうことなのよね。これは、友情とか愛情と、B 子ちゃんを取るかっていうんじゃなくて、どちらもバランスよく付き合っていけばいいんじゃないですか。そういう、なんか両極端よね。なんか、よくあるのよね。そういう愛情を取るか、友情を取るかっていう、そういうのあるんだけども、どっちもうまく、やっていった方がいいんじゃないかしら。思うんだけどね、なかなか不器用でなかなかできないとこもあると思うんだけども、それにしても私はなんかA 君がちょっとずうずうしいななんて思うわね。なんか
どうなのか、そこはやっぱり友達の恋人だから身を引くべきよね、A 君はね。それをずかずか入ってきてさ、実は俺も B 君のことが好きなんだって、よっぽど強欲よね。なんかまあ、それはしょうがないけどさ。まあ、好きになってしまったもんはしょうがないけど、私だったら、まあ、身を引くわね。それがやっぱり女の定めやね。やっぱり、昔からの親友には幸せになってほしい。今のそれはさ、それも一つの愛じゃない？そこ譲れないってのはなんかちょっと、泥棒猫気質よね。まあ、ちょっとエイクの方があんまり悪く言うのは良くないと思うんだけど、ちょっとそこはどうかなって私思っちゃいました。ただ、まあ、結論としては、C 君は、B 子さんとの二人きりの時間を大事にしてください。その傍ら、A 君と、他の友達を交えて、A 君との時間も少しずつ増やして、だから B 子さんと A 君を話すように徐々に予定を組んでみてください。まあ、それやっぱでも話されたら話されたでこっそりさ、A 君がコンタクト取りそうよね。なんか B 子ちゃんにね。それ嫌よね。なんか、ハードル、なんか、障害があればあるほどさ、なんか男も女もさ、燃え上がる。まあ、そうね、B 子ちゃんがそっちに、A 君の方に、流れていかないこともない、いかないともう 100% 言い切れないからね。だから、そうね、だから、C 君は B 子ちゃんとの時間を大切にして、愛情を注いであげてください。自信持っていいのよ、だから、本当に。まあ、幸せになってくださいねとしか言いようはないけどもね、頑張ってください、お幸せをお祈りします。まあ、というわけで、まあ、ちょっとこれお悩みの相談になったかどうかわからないんですけども、何か自分に当てはまることがあれば参考にしてみてください。今日はいちごちゃんがお送りしまして、午後の診察室、まさか2回目を迎えるとは思いませんでした。もう台本もないし、ね、打ち合わせもないし、アドリブなのよ、本当に。あんた信じてないでしょ、本当に。今度、撮影の現場に来てちょうだい。本当に何もないんだから、もう。よく、まあ、何にもさらっぴんの状態でこれ喋れるわよね。もう自分褒めちゃうわ、もう。たまんないわよ、もう。もうこれを見て、面白かったと思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価してください。もう、最後まで聞いて、チャンネル登録してくれないと、おいしいよ、ぎゅーん。ぎゅん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 待ってるわ。じゃあ今日は、いちごちゃんがお送りしました。また来週、沖田ひろむのラムラムラジオでした。どうも、バイバイ。Thank you.